はい、こんにちは。スプレーアートでのべろちゃんと梅ちゃんです。イエーイ、イエーイ。じゃあね、ちょっと祭りに来て、なんかあれ珍しい可愛いものがいて、なんかメキシコの伝統的な可愛いなんかさ、人形みたいなのがあるんだよね、木でできたやつ。そう、アデブリヒェっていう。え、アデブリヒェ。そのお店を、めっちゃ今あるんだけど、いろんなお店回って全部取っていこうって話。そうだよ。 OK。 で、一番可愛いやつをちょっと探す。探す。 OK。 OK、GO。 GO。 OK、じゃあ発見。発見したね。1店舗目、これです。どれ？これの話。超可愛くない？超可愛い。めっちゃカラフルだし、で、どう？一番可愛いわ。これ。これ？これ可愛くないの？え？ピアスもあるよ。じゃあ1店舗目、あった。あった？スキを探そう。めっちゃ可愛いじゃん。めっちゃ可愛いよね。あ、あった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 。もうあったの？もうあった。一番可愛いの見つけた。鳥？鳥。アデブリヘのルールがいっぱいあるけどさ、一つ目はカラフル。一つ目はカラフルにしないといけない。そう。二つ目。二つ目、あの混ぜても可愛い。例えばさ、顔がウサギだけど、体が馬とか。OK です。じゃあもっともっと探そう。3店舗目発見。3店舗目発見。かわいい。あ、かわいい。生々のイサバカカメだ、カメ。これだ、ちょっと面白くない？どれ？これ無理。これ何これ？ちょっと中が、さっきでかいので3万円とか。3店舗目こんな感じ。はい、ということで、ということで、いっぱいの見つけたけど。何？いっぱいの見つけたね。いっぱい見つけたね。うん、どう？いや、普通に可愛かった。今日は、あ、こんにちは。可愛い。